つめて結ぶのインターフェース進化のスピード世界の移り行く信者ら何のその私が主役でよろしく未来をロボドする眠い不足のゴー正しく服従していればいいものを、ボイドダーク様の魔力の槍を破壊しようなどと身の程知らずめが、それが極長様に対する口の利き方か。魔力を失い無一文で生き倒れていたお前たちを拾ってやったのは誰だと思っているんだ。お前たちのようなゴミクズの侵入を許すとWe'll be right back.
強くなりそうだね。わーい、みんなお疲れ様。また遊んでね。どうした、もう終わりか。というわけで、来週からは新番組また一石勇者アクターレをお送りするぜ。お楽しみにしてな。シークフェルト音楽学院舞台俳優学科、フラウザフィーヤ大鳥みちる入ります。はじめまして、アマネです。よろしくお願いします。そう、罪を犯したクズだからだ。その口の利き方すら知らなかったクズどもに教育を施したのは誰だ。バルバドーデカッカス、必ず復讐してやります。必ずね。私、天野いちご。何の取り柄もない中学2年生です。ふざけるな。そんなアホと組んでる俺たちってボランティアだな。クラスなる異形を表せ。俺が完全によ。お見せしましょう。世界の神、祈るは破壊。すべては天と地の狭間に。はい。また死んだぞ、あいつ。うわ
足りないわ。やったクラスインですもの。このくらい当然ですわ。次回さよなら絶望戦線第6話、イワシとして軸がブレている。絶望してる場合ではない。次回グレートティーチャークリスト第12話、愛の鉄拳教育的指導。気持ちは言葉にしないと伝わりませんよ。お前だ。何気ない日常は窓辺に寄りかかる。